少し反省がてらに動画を回します。ちょっとね、ロバートに酒を飲まされてちょっとね顔が赤くなってると思うんだけど、今日一日、スナック釣り、要するに引っ掛け釣りをやってみて思った感想っていうのは、まあかかったのが40センチぐらいのキングサーモン、ジャックかな、サイズ的には。他にもまあ本当にキングサーモンって呼べるレベルの、まあ、60センチ70センチオーバーの魚もかかったんだけど、まあかかったっていうより引っかかったっていう感じなんだけど、あの40センチぐらいのジャックをかけてみて思ったのが、なんていうのかな、やっぱり引っ掛け釣りには背徳感というか、なんつうの、かっこよくないんだよね、気持ちよくないんだよね。だからこれからは本当に口の中から外にかける釣り、魚の意思で俺のルアーに食いついてくれるっていう釣りを追求していこうと決めました。やっぱり釣った以上は基本的に、まあカシロフなんかは特にだけど、魚の命を奪うわけだから、そういったことまでしておいてスナック引っ掛け釣りをするっていうのは、ちょっと俺の中ではとても気持ちよくがない、気持ち悪いっていうのがやっと分かったというか、そういう気持ちにやっと慣れたっていうのが今あって、ですごい落ち込んでるところにロバートとジョンにすごい助けてもらって、ちょっとお酒なんかも入って気持ちいい気分にはなったけど、やっぱりこの気持ちは晴れないよね。酔っ払いだからどうこうとか、そういうのもまあそういう動画にはなっちゃうかもしんないけど、これから引っ掛け釣りはしない、やだ俺が、あの魚を食おうっていう気持ちになれないね。スナック釣りは確かに一日やれば、おそらくだけど、今日やってみた感覚で、重りをフライの先に足せばきっと一日やって、まあいい場所に入れればっていうのももちろんあるんだけど、これからまあ 2,3 日やればおそらく70センチ80センチもしくはメーターサイズのキングもおそらく上がるとは思う。今日やってみた感じではスナック釣りを思いっきり、でもそれじゃダメだな、この旅は本当。この旅はもうなんていうのかな、やっぱり見てくれる人がいるから、どうしても結果を残さなきゃっていうのが俺の中にあって、だから地元のやり方のスナック釣りっていうのを俺なりに追求してみて、まあ重りを、フライの手前に足すという方向がかなり有効だっていうのは分かった。だけどね、あの魚を手にした時のものすごく楽しくない感じ、あれはダメだね、あれは本当にダメ俺の中では。やっぱりブログとかやってると結果を出してなんぼみたいなところが俺の中にあって、それはそれでまあ大切なことではあるとは思うんだけど、釣れなくてもやっぱりキングサーモン相手に引っ掛け釣りっつうのは、ちょっとあの40センチのジャックを手にしてみて思ったのは、ものすごい罪悪感が俺の中にある。それはやっぱりダメだっていうのが分かった。だからこれから先は本当に釣れない。
本当に釣れないと思う。でもそれそうじゃなくっちゃダメというか、やっぱり彼らは命を懸けてて俺は命を懸けてないわけだから、なんつうのかな、彼らの命に対して俺がスナック引っ掛け釣りで挑むっていうのは卑怯だよね、きっと。もう5分ぐらい回ってるみたいだけど、だからこれからはもう釣れない、本当に釣れない釣り、ウオジャラシの釣りになってきます。本当に釣れない。例えば倒木の裏のあのニジマスたちに関しては俺の中でもちろん本当に何でもやっていくけど、口の中から外にかけていく釣りはもちろんやる、フライの小さいフライももちろん試していくけど、スナックはやらない、レッドもやらない。もう釣れなくてもいいんだ、本当に。俺を試すためにアラスカに来たって何回も自分で言ってるのにね、えそんなスナック引っ掛け、引っ掛け釣りをやってたらちょっとあの魚を自分の血肉にしようっていう感じが、気持ちになれない、罪悪感だけしかない、彼らの命を奪うっていうその気持ちが、なんていうのかな、やっぱり捌く時ってやっぱりちょっと心は痛むんだよね、俺でも。でもなんていうか、口の中にかけた魚に関してはなんていうのか、自分の中に何かできるんだよね。俺はこの魚を食べる権利があるっていう、俺の命にする権利があるっていう、そういう気持ちになれるんだけど、スナックはダメだ。どうしてもなんていうのかな、その命に対しての裏切り行為っていう感じがものすごくする、ものすごく楽しくない。だからこれからスナックは絶対にやらないっていう、その宣言というか俺の気持ちを伝えるための動画っていうのを作ってみようと思った。やっぱダメだよスナックは。彼らのね、本当に2000、3000っていう卵の中からやっと海に登ってきた、本当に2、3匹そういう強い遺伝子、強い魚に対して俺はスナックっていうのは辛い、できない、そういう宣言をするための動画でもあるんだけど、あれはねダメだ。おそらく釣れる、いい場所が空いたらいい場所に入れば釣れる、でもそれはスナックなんだよね、どうしても引っ掛けなんだよ。そういう魚を俺が手にしてもダメなんだな。地元の人のやり方プラスフライの手前に重りをつけて、できるだけそこをこうカッと移動させるようにフライというか、もう針だよね、針を動かせば引っかかります、キングサーモンは。そのぐらいいっぱいいる。だけど俺はその釣り方はやらない、絶対やらない、もうやんない。こうやって宣言しなくっちゃ、俺はやっぱり意志が弱いから逃げにつながるんだよね。これから2日間ちょうど偶然あのジョンが教えてくれたっていうのもあって、
まあロバート曰くあと10日ぐらいじゃないかっていう話だったんだけど、俺のベストを尽くして釣れなかったらしゃあねえな。これはほんとしゃあねえ。俺がアラスカに好かれなかった、ギフトをもらえなかったっていうだけだもん。それはしゃあねえ。それは俺はアラスカに嫌われたというか好かれなかったというか、それはねしゃあないのよ。もうここまで来たらスナックはダメ、釣れてもダメだって。あれはものすごくかっこ悪い。自分が惨めになる。だからスナックはもうやらん。ちょっと長くなりすぎたな。10分超えたね。ちょっと酒が入っちゃってて酔っ払いのザレ事になってるかもしれないけど、引っ掛け釣りは俺はもうやらない。その宣言のためにどうしてもこの動画を作りたかった。うまくいかない、釣れないと焦る、イラつく、悔しい、周りは釣れる。でもそれがスナックフィッシングだったらもう諦めるしかない。あの強い魚に対してスナックで挑むのは俺にはダメだ。あのジャックが俺に教えてくれた。あの釣った魚に目を合わせらんないよ、スナックへは。俺はさばけない。これはきっと地元の人からしたらおそらく理解不能なんだとは思う。日本人のなんというか痩せ我慢というか、そういうもののもきっと混じってると思う。だけどあれはできない。釣れる、そのぐらい魚はいる。けど魚の意思で俺を評価してほしい。魚の意思の関係なく針を引っ掛けるっていうのはちょっと無理だわ。もっと追求すればもっと釣れる、絶対。これは針にしろ何にしろおそらくいろいろ追求すればできる。おそらくあと5日あればさらにスナックフィッシングを追求することはできます。これは本当に冗談なしで。でもあの釣りはできねえ。有毛なキングサーモンという魚に対してあの釣り方は俺にはできねえ。それでもいいっていう人は結構正直いると思うんだ。アラスカまで来て魚釣れなかったらダメじゃんってなると思うんだよね、普通は。でやっぱり俺も結果を残さなきゃ、見てもらわなきゃっていうのがすごくあって、それでスナックフィッシングを追求するみたいなことになっちゃってさ。でもそれはダメだった。実際引っ掛け釣りで今日はもう本当に大きいサーモン、80センチクラスのサーモンを2匹かけた。引っかかったからちょっとかかりが浅かったんだろうね、バレちゃったけど。でジャックはこの下顎に引っかかってたけど、あの釣りは本当にダメだね。俺も命だけどやっぱ彼らも命なんだよね、本当に命。やっぱりどうあがいても日本でもアラスカでも命を殺して俺はこうやって生きてるわけだけど、そこにはやっぱりこうなんていうか重みというか、命をもらうっていう行為はやっぱり俺はその命を犠牲にしてまで生き続ける価値がなくちゃならないと思うんだよね。ちょっと酔っ払いのザレ事になりすぎだな。
本当に釣れない旅になると思う。これから本当に釣れない旅になると思う。結果を残さなきゃいけないとかそういう気持ちはなくなったって言ったら正直嘘だけど、でも例えばまあスナックフィッシングでかけて針を口に刺し直すとか、そうすればきっとね、大きいサーモンを手にしたぜやったぜみたいな動画もきっとできるんだよ。でもその中で俺の気持ちの中に何とも言えない背徳感というか罪の意識があったら、この旅の価値がなくなっちゃうんだよね。やっぱりに対してはやっぱり俺は信じに行きたい。バカと言われてもいいさ、もう釣れないのには慣れてる、下手くそだからね。でもキングサーモン、あの魚に対してスナックフィッシング、おう、あ、シガレット？Hey, Robert! シガレット See you tomorrow! Bye bye! Bye bye! Bye bye!I'm sleepy! Video! See you tomorrow! まったく。こっちが一生懸命になってんのに。畜生、あいつらは陽気だぜ。でもほんと、今日は、助けられたな。あ、真っ暗になっちゃった。ちょっと気持ち悪い動画になるかもしれないけど、おお、ちょっと怖えなこれは。これからベストを尽くします。本当に俺のやれること、俺が嫌われ、アラスカに嫌われたらそれはどうしようもない。それを諦めるしかないんだ。俺の道は俺が決める。釣れる方法なんて知らん。俺は俺のやりたいことをやる。それで釣れないならしゃあない、これは諦めるぞ。魚釣りっつうのはね、生き様なんだよ。結構スナック釣りをして得られる結果で俺が認められるとはどうにも思えん。ちょっとこれエイリアン映像だな。まあいっか、電気は。おお、20分ちょっと長いな。よし、締めに入ろう。これから、うまくいかないことが多い、釣れない、そういう状況がとても多くなる。それはしゃあない。だからってスナック釣りをする気はない。アラスカまで来て釣れない、構わない、それでいい。俺は釣りが下手、それでいい。自己顕示欲知らん。俺は俺のやれることをやる、俺のやれないことはやらない。
あのジャックが全部教えてくれた俺に。あれはやるなと。俺はアラスカを裏切らない。これで嫌われたらもうしゃあないよ。アラスカに好かれなかっただけだもん。俺が魚釣りが下手なだけだもん。それはしゃあないんだ。まあ金集めとかいろいろなんつうかね、こう下世話というか横島な感情は正直あるよ。だって金は欲しいもん。5ヶ月やりてえもん。動画で配信してえもん。俺絶対楽しくなると思うんだ。スチールヘッドに大じゃらしは効くと思うんだ。カナダの2ヶ月でキスピオックスでどうしてもスチールヘッド釣りてえんだ。でもその段階でアラスカでスナック釣りをやってたらダメだよね。21分か、ちょっと長えな。でもこんぐらいの動画ちょっと上げないとダメだな。いや魚釣りに本気って言ってんだからさ。俺は動画に書いて他人を貶めるようなことも言ってんだから。その人間がスナック釣りでちょっと喜んでたらダメだろ。ベストは尽くすよ。あの倒木の裏の40センチオーバー、50センチ、60センチ、あのレインボーも釣りたい。魚釣り最高だってスナックじゃ言えねえ俺は。だからこれからベストは尽くすけど魚は釣れない、そういう動画になってく。どうしても彼らはやっぱりあんまり口を使わないんだな。でもボートで、スフィングローと、ビーズの組み合わせプラスあれはサーモンの切り身なのかな、をつけたやつで釣れてます。ただねそのポイントにね歩いて渡れるんだよ。無理はしない。場所見はかなり慎重にやってる。俺のベストを尽くす、これからは。それでダメならもう諦める。俺が嫌われただけ、上等、構わない。魚釣り最高、これからだ、やっと始まるぜ。アラスカロマンティックトラベルだよ。俺のベスト、これからやっていく、やっていく。スナック釣りなんてもう絶対やらねえ。俺のベストを尽くせばギフトは来るんだって。あの紅酒が俺に教えてくれたんだよ、一番最初に。最高の魚釣りこれからやってきます。これから俺の旅本格的にスタートさせますんで、どうか見ていてください。よろしくお願いします。署名して。というわけで言いたいことは全部言い切ったんで、ちょっとね25分動画になっちゃったからちょっと長いかもしれないけど、というわけで以上でした。俺の反省動画、真っ暗だけどとりあえずねジョンはいい人、すっごく優しい、猫も可愛かったでしょ。でもねとりあえずねロバートはね酔っ払いプラスアルファだからね、ちょっといろいろ問題があります。そこら辺は各個人で考えてみてください。以上でした。どうもありがとうございました。ここまで見てくれてすごく感謝です。これから一生懸命やってきます。ありがとうございました。